県内では今日新たに17人が新型コロナウイルスに感染したと発表されました。静岡市ではワクチン接種を加速させるため大規模接種会場での接種が始まりました。感染者を自治体別で見ますと静岡市で6人、袋井市で5人、磐田市で3人などとなっています。松崎町の障害者施設では利用者と職員合わせて5人の感染が確認され、県はクラスターと認定しました。静岡市では今日から大規模接種会場でのワクチン接種が始まりました。ほっとしましたね。待ってるのってね、なかなか辛いですから。失敗を糧にして、まあ、うまくいけるようにね、しまられればいいと思いますよ。静岡市の高齢者ワクチン接種をめぐっては予約が一時ストップするなど混乱が相次ぎましたが、今日は予約時間より早く訪れた高齢者の大行列ができました。15分から5分前ぐらいの間に来ていただきたい。それ以上前に来ていただくとどうしてもですね、会場の都合もありまして入場制限をかけざるを得ません。駿河区と清水区の会場では予約率が 100% でしたが、旧静岡丸井の会場は 67.4% でした。静岡市は高齢者のワクチン接種について来月末の完了を目指しています。